オリンポスの神アレス、そしてアテナ、彼らが率いる神の軍勢はあまりにも強大であった。連合軍は奮闘も虚しく敗北を喫する。スサノオら 1,000 人の力を借り、連合軍は撤退を開始するが、アレスたちは執拗にこれを追撃。さらに行く先にも伏兵が待ち構えていた。偵察の兵が戻ってきました。この先でアレス軍と見知らぬ将たちが交戦しているようです。そのアレス軍はおそらく我々を待ち受けていたのでしょう。新たにこの世界に迷い込んだものを我々の仲間と勘違いして襲ったのかもしれませんね。困っている者を放ってはおけぬ。我々のせいで襲われたというならなおさらだ。義と愛にかけて救わねば。お待ちください。謙信殿は我が軍の要。これ以上危険にさらすわけにはいきません。それに皆先ほどの戦いで疲れているはず。ここは我らに任せ、先に逃げられよ。闘争を託す。私たちも頑張るから安心して。帰ってゆっくり休んでね。消去、謙信様に失礼でしょ。いいのですよ。あなた方の義と愛、十分に伝わりました。ここはお言葉に甘えてお任せします。ええ、新たな仲間を連れ必ず無事に戻りましょう。見知らぬ将らが夜取りでは敵の猛攻を受けています。急ぎ救援しなければ陥落は時間の問題でしょう。どうやらアレス君は砦の任務は我々の仲間だと勘違いしている様子。今奇襲をかければ敵の動揺を支えます。その隙に彼らを救い出しましょう。諸葛亮殿はこの作戦の要。必ずや守ってみせん。ええ、私たちで孔明様を支えましょう。砦にいる方々を無事にお救いするために。お前たちがここへ逃げてくることは分かってた。恨むなら俺の勘を恨んでくれよな。逃げた？何の話か知らんが黙ってやられるわけにはいかんな。下手な感じのったか。ここは一旦引いとくぜ。おやおや、諸葛亮じゃないか。お前さんが助けに来てくれるとは心強いね。そうと、それに呂宿殿もご無事で何よりですが、再会を喜んでいる暇はなさそうです。しっかり囲まれている。どうせなら俺たちの策で一網打尽にするのはどうだ。この地形、この数、無双の分を示すな。なすべきことは一つでしょう。さすが話が早いなら、これは策がなった後の追撃を受け持つ。じゃあ恐縮ですが俺も参加します。逃げる敵を電波にする策ならお任せを。ならあしは諸葛亮の計がうまくいくように俺と再交するとしよう。すごく頼もしいです。ひとまず下がって立て直しだ。準備に取り掛かろう。おの抜かりないよう頼むぞ。軍師が知恵を持ち寄るんだ。あっしもちょいと気張っとこうかね。うまくはまれば形勢逆転。昼寝してる場合じゃなさそうだね。早いとこ味方の船を繋いじまわないとね。お前さん、工作兵を守ってやってくれないかい？つなぐ工作兵は策の要、鉄の盾のごとく守ってみせん。ああ、いいね。その調子で頑張んな。いい働きをしましたね。私も奮起して応えましょう。ねえねえお姉ちゃん、みんな何の話してるの？さっぱりわかんない。私もよ。それだけすごい策ってことじゃないかしら。そっか、僕の番だ。じゃあ私たちは頑張ってお手伝いすればいいんだね。あの3人ならうまくやってくれるでしょう。船を望む策がしでもよ、敵を引きつけなければ。孔明様、私も共に。この砦が欲しいんだけどさ、敵が強くってちょっと手を貸してくれないかな。私でよければお手伝いします。あの場所、矢を射込むには絶好の位置だ。だが敵に抑えられているな。ここは力ずくで奪うしかないわ。すまんな、手を貸してくれないか。こっちを手伝います。この砦を渡すわけにはいかない。諦めてくれないか。訳あってそうはいかないんだ。こっちも訳ありみたいだけど。お前たちはここで倒す。俺たちに失敗は許されねえんだ。必死なのは分かったよ。でもこっちも譲れなくてさ。あの攻撃の威力すさまじいな。どうにか味方に引き入れられないのか。そんなことできるのかな。だってあの子たちなんだか怖そうだよ。お前は勘だ。この先へ行かねばならんのだが、通してくれないか。それはどうしてもというなら私を倒してください。鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。どんどん行っちゃえ。よいよいよい、弱いね、弱いね、弱いね。相手を務めよう。韓暗黒参る。この張鵬が相手だ。覚悟決めろよな。ここだ。これにより熱くなりすぎたか。ここを引くよりしゃあねえな。砦は無事確保。ここに船を仕込めば準備完了っと。お役に立ててよかったです。天下無双は君だったか。船をつなげたようだね。これでさっきもうまくいくか。お前さんのおかげだよ。策の成功が待ち遠しい。花の開くのを待つがごとくだ。これで目的地への道は開けたが、待ち受けるはあの怪物か。いなくなっちゃった。どういうことだ。怪物どもが見当たらん。いつの間に姿を消したか。とにかく目的は果たせた。ここに戦車部隊を配し、逃げる敵を射抜くとしよう。皆の助力に感謝せねばな。いくかな。ドキドキしてきちゃった。さてそろそろ移動しましょう。戦場にいては危険ですから。はい、孔明様、敵を引きつけつつ後退ですね。ようやく追いついたか。人間とここで終わらせてやる。そう流行らずともよかろう。敵は無勢、討ち取るのはたやすい。我らにて無双の武を示さない。来ましたね、我々の策を披露する時が来たようです。今です。火を放ってください。自分たちの船に火をつけるだと、正気か。おやおや、いい具合に燃え広がってるね。苦労してつないだ甲斐があったよ。敵は動揺している。今だ、一斉に矢を打ち込み追い打ちをかけよう。わあ、敵様大混乱。お次は伏兵、行ってみよう。敵は見事に浮き足立っています。この隙に全軍撤退しましょう。さすがは孔明様、鮮やかな采配、お見事です。火遊びするなんて悪い子だね。お仕置きだよ。こんなところに兵を配していましたか。敵も抜け目ないですね。孔明様、ここは私にお任せください。キング時にこの俺がいい働きをしましたね。私も奮起して応えましょう。うん、良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。その調子で頑張んな。わあ、すごいの見せてもらっちゃったよ。さすがです。その調子でお願いしますよ。鮮やかな武だ。大輪の花のごとくだな。お見事な戦いぶりです。諸葛亮さん、自分で言うのもおこがましいんですけど、実は俺今孔明なんて呼ばれてるんだよね。おや、そうでしたか。一筋縄ではいかない刀なんですね。じゃあ俺たち似た者同士？本物から言われるなんて偽物よりも尽きるな。拙者の名よ。さすがです。その調子でお願いしますよ。宝刀のおかげでうまくいきました。ここで同門の力を選べるとは心強い限りです。褒めても何も出ないよ。しかもまだ戦は終わってないしね。そうでしたね。共に勝利を描きましょう。三国無双お前さんかい。たまげたね。これにあり。タイムが開きました。追いつかれる前に急ぎ撤退しましょう。この地より逃がすことはできない。諦めるのだな。さっきはしくじっちまったが今度はそうはいかないぜ。なあおめえ返上金利通してやんぜ。拙者の内容槍の股だまかり通るぜ。李万世またの名を勘がさえる男ってか。いざこれも流れだ。おかげで敵の追撃を退けることができました。何救われたのはお互い様だ。俺たち軍師の力が合わさって大勝利ってね。こんな戦も悪くない。今日はうまい酒が飲めそうだよ。ほうほうなるほど。なんだかとんでもないことになってるみたいだね。だが皆が力を合わせれば打ち破れぬ困難などあるまい。今回のようにな。そうそう、あしたちもよければ一緒に戦わせてくれ。ええもちろんです。お三方がいてくれれば心強い限りぜひお願いしますよ。だいぶ賑やかになってきたね。中殿、女家殿、ご無事だったのですね。まあな。そうだ、紹介しよう。この者はスサノオ、我らと同じ戦界の住人だ。我も助力しよう。またしても人間と共に戦うことになるとはな。確かに見覚えがあるような気もするな。ま、初めましてでも久しぶりでもいいや。これからよろしく。あっしは包囲しぎロシキ兵は軌道なり。ダク我に任せよ。うん、俺は執着。実は我らと関わりの深い男に調査を頼んでいてな。その男サジから報告があったのだ。オリュンポスから紛れ込んだと思われる妙な怪物の操り方が分かったと。ほう、サジもこの世界に招かれていたか。しかし怪物の操り方とは。知りたくば奴のもとへ来いとのことだ。その地で新たな仲間と共に待っていると。どうする？面白そうじゃねえか。行ってみようぜシュウ。ああそうだな。その怪物とやらも次の策に生かせるかもしれん。新たな仲間というのも気になる。わしも同行せん。戦場を混沌で染め上げてやろう。お前さん、太っ腹だって聞いたよ。半兵衛、天下無双の武、ここに極まれり。ダーク、我に任せよ。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は敵の数これほどと。敵の数が尋常ではない。急がねば景勝様たちが危うい。景勝様、しばしお待ちを。この加熱軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。さあ、かかってこい。眼下にお無数の敵か。我が槍で押し通るのみ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。御前、影勝様、しばしお待ちを。この金継ぎが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。この俺が相手だ。来い。A8これにあり。俺がなられるなんて。眼下は無数の敵か。我が槍で押し通るのみ。正々堂々勝負だ。あとは仲間に任せよう。あっぱれ。ゆっくりとそう。これ以上はいかせん。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。金継ぎ雪村、来てくれたよう。金勝、あと少し耐え抜きましょう。おお、自分からも気概を感じる。ただの賊ではないようだな。急に感謝します。さあ、共に敵を押し返しましょう。金勝がまだ戦っています。さあ、救援に向かいますよ。俺の腕見せてやる。槍にかけ来たれ水流。俺の負けだ。城に向かう不義の輩は打ち払った。直江兼次、今こそお二人の身元へ参る。おお、その力で世に正しきをなされよ。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。拙者が参る。あれはその馬に。影継ぎ、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かり光栄です。この戦場、俺が混沌に飲み込んでやる。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。調子で奮戦せよ。A8これにあり。さらばの。勝負の気風示さん。かつては勝っていたが爪が甘かったか。拙者自ら当たるのみ。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。我は見事だ。その調子で奮戦せよ。我が名は徐光明。湧いて願おう。あの白石、そして高潔な空気。ああ、まるで可愛い剣心のよう。今こそ攻め立ててやろう。よく来てくれた、雪村。神崎様、間に合ってよかった。この異界でかつては勝っていたが爪が甘かったか。ならば拙者かつては勝っていたが爪が甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。加熱感謝する。何をおっしゃいます。景勝様をお守りすることがこの加熱部の務め。さらば。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。その勇気、綾の心にも響きましたよ。この戦場、俺が本当に飲み込んでやる。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、あとは俺たちに任せてくれ。大使殿、すまぬ、頼んだぞ。徐光殿を追い詰めたとは。敵軍の勢い、侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。大使人、この世界。よし、私が話をしてみよう。兼次、危険すになる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。瑠衣の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、あとは俺たちに任せてくれ。太子殿、すまぬ、頼んだぞ。俺の記憶に徐光殿を追い詰めたとは。敵軍の勢い、侮れんな。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭ししてあげましょう。太子人この世界。よし、私が話をしてみよう。兼次、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。ついの輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、影隠。はっ。おお、その力で世に正しきをなせよ。太子陣、私だ。孫権殿が敵の大将だったとは。ならば負けても致し方あるまい。おかげで助かりました。うん、これでよかろう。